アンディー・サイツはアメリカ合衆国アイオワ州ダベンポート出身の男性フィギュアスケート選手2006年世界ジュニア選手権2位パートナーはケンドラ・モイルと実米のリンジー・サイツアイオワ州のダベンポートに生まれ11歳の時にスケートを始めたスケートを始める以前にアイスホッケーをしていたというやがて実米のリンジー・サイツとペアを結成し2004年 トリグラフトロフィーで3位となる。2004から2005年シーズンより ISU ジュニアグランプリに出場したが、シーズン終了後にリンジーサイツとのペアは解散、新たにケンドラモイルとペアを結成した。2005から2006年シーズン、JGP ソフィア杯で2位、JGPSBC 杯で優勝し、2006年全米選手権ではジュニアクラスで優勝を果たす。 初出場の世界ジュニア選手権では2位となった。2006から2007年シーズンにはシニアクラスの ISU グランプリシリーズにも参戦を果たした。2007年全米選手権にはシニアクラスで出場し6位、2度目の出場となった2007年世界ジュニア選手権では6位入賞に止まった。シーズン終了後、競技からの引退を発表し解散。ありがとうございます。